ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。ねえ魔理沙、地球外生命体に関して何か面白い発見とか考察とかないの？そんな漠然と言われても、ただ UFO の目撃情報とかを羅列するだけでは意味がないだろう。そこで一つの取っかかりとしてこの太陽系の中でも特に土星に注目してみようか。あら、月や火星なんかは比較的よく取り上げられる印象があるけど、今回は土星ってことね。土星もいろいろ噂が囁かれているみたいだから、どんな驚愕情報が出てくるのか楽しみだわ。ということで今回は、地球外生命体と土星の関係について紹介していくぜ。それでは今日もゆっくりしていってね。そもそもの話、地球外生命体の影は遥か昔からこの地球上ではちらついていた。そしてシュメール文明の時代には、地球外生命体という概念は、ほぼ確立されていたと言える。少なくともそうした存在が確かにいると多くの人々が考えていたって痕跡はたくさん見つかるわ。ただ興味深いのは、時が経つほどにそのような地球外生命体の影がどんどんぼやけていくことだ。確かに現代では、大真面目に地球外生命体の話をする人間は多数派とは言い難いもんね。どうしてこういうことになったのかしら。科学が発展したことで、目に見える客観的な証拠ばかりを追い求められるようになった結果と言われているぜ。ある意味、重視するのを絞ってきたからこそここまで発展したってことかもしれないわね。だが、そのような状況も次第に終わりかけている。近年、地球外生命体の存在を示すような科学的な証拠が、宇宙空間において確認されるようになってきたからだ。科学の発展が行き着くところまで行ったおかげで、ついに宇宙に進出できたからこそね。うむ、ここまで科学が発展したことでようやく、アカデミックなトピックとして、地球外生命体について語るための土台が出来上がってきたということだ。その結果、今では宇宙を研究している学者や研究者たちの間では、地球外生命体は実在するという前提で議論が進んでいることが珍しくなくなっている。著名な学者が当然のように地球外生命体についての見解を語ったりしているのをよく聞くわ。そうして活発化した状況下で専門家たちが語るところによると、地球外生命体には、地球に上陸して過ごしているグループと、地球の外に拠点があり、そこで生きているグループと二通り存在する。まあ、そもそも地球外生命体なんだから当然といえば当然な話だけど、そこで気になってくるのが、やっぱり彼らの拠点についてよね。うむ、そしてそのような地球外生命体の拠点が、太陽系の惑星の一つである土星にあると言われているんだぜ。土星もいろんな噂が囁かれているもんね。もっと教えてちょうだい。まず前提として、太陽系の惑星たちについて考察していこう。ただしここで参考にするのが、17世紀後半の思想だ。じゃあ約300年前の宇宙観ってことね、興味深い。1698年、オランダ人の天文学者クリスチャン・ホイヘンスが、なぜ地球以外の惑星が作られたのかという問いについて考察した。そして彼は著書発見された天体において、それは単なる自然現象ではなく、神の意志が働いた結果もたらされたものだと主張したんだ。ふむ、神様が持ち出されているところが少し気になるところだけど、そこからどんな議論が展開されているの？宇宙空間に散らばっている天体たちは、生命を維持するために必要とされたからこそ作られたというのが彼の主張だった。そしてそこには、地球に人類が暮らしているのと同様に、他の惑星にも生命体が存在しているという考えが含まれている。結果、ホイヘンスはそれら他の惑星の生命体たちの生活や姿まで、科学的な考察を進めていたんだぜ。へえ、なかなか踏み込んだ研究をする学者だったのね。それで、どういうことが書かれていたの？例えば、地球外生命体に手足があるとして、利便性の観点からどんなものが生み出されるのかといった議論を展開している。さらにその延長線上に獲得されるであろう知性についても検討し、地球人類を超える技術力や、天文学の知識を深めている可能性まで考察しているぜ。思っていた以上に射程が広いのね。いや、まだ序の口とすら言えるぜ。他にも芸術的な分野に関して、地球人類が音楽を楽しむのと同じように、地球外生命体もまた音楽を楽しむ感性を備え、楽器を奏でることさえできると主張している。なぜなら、和音から構成されるハーモニーは全世界で共通する形式となっているため、それを楽しむことができるとすれば、楽器を奏でることもできるから、とのことだ。ふむ、そう考えると地球外生命体の知性はこれまで散々気にしてきたけど、感性についてはあまり検討されてこなかったようにも思えるわね。またホイヘンスは、宇宙空間における移動という観点から、木星と土星に特に注目している。つまり、あたかも航路を示すように無数の星が周辺に散らばっていることから、その二つの惑星が地球外生命体の拠点として選ばれてもおかしくないと主張しているんだ。なるほど、宇宙空間の航路を想定して、そこから拠点まで特定しているのね。
目の付けどころと推論の仕方が面白いわ。さらにホイヘンスの考察で注目すべきなのは、土星や木星における暮らしが決して快適なものとは限らないと指摘していることだ。それらの惑星が地球と同じ環境ではないことが一つの理由だが、それだけではない。もし地球外生命体がそれらの惑星の環境条件に適応していたとしても、彼らが人類と同じように暮らし、知能を発達させているのであれば、必然的に貧困や戦争といった地球人類と共通する問題が発生している可能性が高いと推測できるからだ。ただ地球と環境が違うからってだけじゃなくて、むしろ地球の人類と同程度の知性や生活水準に達していたら、抱える問題も共通するってことね。そこまで踏み込んで考察しているのはさすがだわ。またその際、地球外生命体の技術力の発展についても興味深い考察を示している。土星や木星での暮らしが完全に満ち足りたものだとしたら、技術力を伸ばす必要にも迫られない。すると、今ある生活をただ維持するだけの閉じこもった暮らしとなり、文明自体が発展しないことになるだろう。つまり、不満や問題がなければ技術も文明も発展しないはずってことね。そう考えると逆説的に、高度な文明や知能を持った存在だと考えられてきた地球外生命体は、過去に戦争や貧困など様々な問題に直面し、その解決のために技術力を伸ばしてきたとみなせるんだ。これまではただ地球外生命体が高度な技術や文明を誇るということに目がくらんでいたけど、彼らがそこまで技術を発展させる必要があるだけの苦労もしてきたってことかしら。少し地球外生命体への見方が変わりそうだわ。さて、ここまでは木星や土星といった惑星の環境に関しては深く踏み込まなかった。だが、地球外生命体の存在を否定する者たちがたびたび持ち出しているのは、生命の誕生と存続には、地球と同じ環境条件が必要だという主張だ。ここまでの考察では、地球外生命体は土星や木星での暮らしに適応していることを想定していたわね。だが現在よく知られているように土星や木星といった地球外の惑星では、同じ太陽系の惑星だからといって、同じように生命の住めるような環境が整っているわけではない。そこまで違うものなの？特に木星と土星は全体がガスの塊となっており、人がその表面に立つことすらできないとも言われている。衛星写真で確認できる土星や木星の縞模様はメタンやアンモニアのガスが雲となって渦巻いたものだ。たとえその雲を突破できたとしても、木星も土星も自転速度が地球よりはるかに速いという話だ。さらには、生命が生存するために必要な水や空気が足りないという根本的な問題も指摘されている。結果、このような環境では生命体が存在するのはありえず、また地球と同じような生活を送ることも当然不可能だと考えられてきたんだ。夢もロマンもないけど、そうした反論には説得力があるのは確かよね。ということはホイヘンスの想定は荒唐無稽なのかしら。いや、そうとは言い切れない。なぜなら木星や土星は生命に適さないというこのような主張は、地球外生命体が地球人類と同じ身体的機能を持っていることを前提としているからだ。すなわち、地球外生命体が地球人類とは全く違う機能を備えた身体構造を持っているとすれば、ここまで取り上げられてきたような様々な問題点の多くは無意味となるということだ。もしかしたら地球外生命体は、高速回転するガスの星で不自由なく暮らせるような、特殊な身体器官を発達させているかもしれないってことかしら。とは言うものの、そのような特殊な身体構造や機能については未だ皆目わかっていないのも事実だ。あくまで推測や憶測にとどまるわけね。他方で、地球人が誘拐されたり人体実験されたりしているという噂が後を絶たないことにも注目できる。つまり、地球外生命体が地球人類とは異なる身体を持っているからこそ、彼らの方からも積極的に地球人の身体を調査、分析していると推測できるんだ。なるほど。地球外生命体が地球人にわざわざコンタクトしようとしているのは、そうした身体上の違いが大きな理由になっているのかもしれないのね。ここまで、土星や木星が地球外生命体の拠点となっている可能性について考察してきた。続いて土星に特に着目し、その謎の衛星について紹介したい。へぇ、土星本体じゃなくその衛星に、何か重要なところがあるの？ガスに包まれた土星で生命が生きていくためには、地球人類とは異なる身体的機能を持っている必要があるとすでに解説した。だが、もし地球外生命体が地球人と似た身体構造を持ち、同様の環境を必要としていたとしても、それだけで彼らが存在しないと断言できるわけではないんだ。つまり、ここまでとは逆に地球外生命体と私たちが極めて似たような存在である場合を想定するのね。まあ彼らの身体的特徴なんてまだ全く分かってないし、どちらの場合も検討するのは大事よね。それで、地球人と生存の条件が同じ場合でも、
地球外生命体の存在を必ずしも否定できないっていうのはどうしてなのかしら？そこで焦点が当たるのが、土星衛星だ。土星の周りには、146個もの衛星があると言われている。実はそれらの衛星の中に、地球とよく似た環境の星があると指摘されているんだ。しかも1655年の時点にホイヘンスによってだ。またもやホイヘンス、ほんと先進的というか、先見の明がある天文学者だったのね。その衛星はタイタンと呼ばれている。タイタンは、木星の衛星ガニメデの次に大きな星であり、太陽系内の衛星の中では唯一、豊富な大気と、地表に安定的な液体が存在することが知られている。そのためタイタンは第二の地球とも呼ばれているんだぜ。まさに地球と極めて似たような環境を備えた珍しい星ってことね。タイタンは月と比べて半径は 1.48 倍、質量は 1.8 倍という規模を誇る衛星であり、現在ではその内部が主に氷や岩石から構成されていることがわかっている。だが過去には土星と同じように分厚いガスに覆われていたため、その詳細を把握できずにいた。ということは、タイタンの地球との類似点は比較的最近判明したってことかしら。2004年から NASA の土星探査機カッシーニによって調査されたんだ。その結果、液体炭化水素の湖があることや、地表が滑らかでクレーターが少ないこと、氷火山と見られるものが存在していることなどが判明し、大きな話題を呼んだんだぜ。氷火山っていうのは確かに興味深いわね。地球と環境条件が似ているって話だけど、他にはどんなことがわかっているの？例えば、重力の大きさは地球と同じくらいのようだ。だが、タイタンに存在する液体は水ではなく、メタンやエタンといった炭化水素であり、天体表面が約マイナス180度という低温であるため、それらが液状化していることなどが調査の結果わかっている。ふむ、水ではないみたいだけど、その炭化水素の存在が重要ってことかしら？うむ、最も大事なのは炭化水素という有機化合物の存在が確認されていることから、それを起点としてタイタンには生命を作るための材料が揃っていると言えることなんだ。とはいえ、さすがに地球と全く同じではなく、人類が適応できるかといえば難しいところだ。だが理論的には生命が存続できる状況は満たされていると言えるため、地球人とは異なる形の生命が存在するという可能性はほのめかされている。地球と全く異なる星の場合、そこで生きることができる生命を想像するのは少し難しいけど、タイタンくらい地球に似た環境の星があるなら、それに越したことはないとも言えるわね。それで、そんなタイタンの調査はどれほど進んだの？ NASA のカッシーニによる調査プロジェクトは2017年9月に終了していて、次の計画は2026年になると予告されている。それはドラゴンフライ計画と呼ばれるものだ。ドローンタイプの探査機がタイタン表面に着陸し、そこで生命の活動がないかを調査する予定になっている。カッシーニによる結果を踏まえて、より適切な調査機によって生命の影を探るってことね。もしそのプロジェクトを通じて、タイタンに生命体の痕跡が確認できたりしたら、人類史上初の月面着陸を上回るほどのインパクトを誇る偉業になることは間違いない。月面着陸も、人類の大きな一歩としてはもちろん意義が大きかったけど、地球以外に生命の存在が確認できたら、それどころじゃない衝撃が人類に走るでしょうね。だが、そこで目指されているのが我々とは異なる生命との接触である以上、当然それ相応のリスクもある。地球人類側の技術力がここまで発展してきたのと同様に、相手側の技術もまた同等かそれ以上の発展を享受していることが予想できる。まあ、最悪の場合を考えるべきだし、もし争いになったら技術力では負けちゃいそうだわ。そうなると、うまいこと交渉する必要がありそうよね。うむ、それゆえただ発見したものを全世界に報告するという単純なプロセスにはならない可能性がある。もしかしたら、地球外生命体側と協議した上で、公開可能な情報が制限されるかもしれないわね。まあ、現時点では何とも言えないだろう。いずれにしてもタイタンに生命が存在しているか否かだぜ。そうなると、今一番ホットな星はタイタンってことになるのかしら？いや、実はタイタン以外にも、生命が存在可能だと思われる衛星の名は挙がっているんだ。土星の第二衛星エンケラドスだ。へぇ、それでもやっぱり土星の衛星ではあるのね。エンケラドスは1789年、天文学者のウィリアム・ハーシェルによって発見された衛星だ。土星からおよそ24万キロメートル離れていて、土星周囲を33時間ほどかけて公転している。そして1980年代には、ボイジャー2号によって調査が行われたんだ。それでエンケラドスはどんな星だってことが分かったの？地表がすべて氷で覆われていることや、かつてあったクレーターが消えてしまうほどの何らかの地殻変動が過去に起きたことなどが分かっているぜ。ふむ、でもそれだけだと、生命が存続できる場所として適しているとは言えなさそうだけど、
ところが NASA の研究員は、このエンケラドスにこそ、生命が存在する可能性があると主張している。なぜなら、エンケラドスにはタイガーストライプと呼ばれる氷の間欠泉があることが分かったからだ。その氷の間欠泉っていうのが、生命の存在を示唆しているってこと？ああ、それと同じような氷河がオーストリアのアルプス山脈山頂付近で見つかっている。その地は昼間でもマイナス15度という極寒なんだが、氷の洞窟の中にアイスパレスという氷の宮殿が広がっているんだ。重要なのは、太陽光の届かないそこにバクテリアが繁殖していることが分かったことだ。つまり、どういうことかしら？同じく極寒のエンケラドスにおいても、バクテリアが育つ可能性が十分あり、それが未知の生命体の存在につながるかもしれないということだぜ。とはいえ、このエンケラドスも、まだまだ詳しく調査している途中の段階だ。今後、重大な事実が明らかになることに期待ね。まさか土星よりもその衛星が注目されるとは。こうなると、なおさら土星の重要性も増す気がするけど、そっちの調査はおいおいってところかしら。最後に、土星の気になる秘密を紹介することで終わりにしたい。あら、それはどんな秘密かしら。地球外生命体の乗り物が土星と密接に関係していることを、アメリカの航空宇宙工学者ノーマン・バーグランが指摘している。彼によると、土星の周りにある輪の中に航空機が隠されているんだぜ。いきなり土球の爆弾情報がぶち込まれた気がするんだけど、バーグランは実際に土星の地図を用いながら、3機の葉巻型の巨大 UFO が土星の輪の中に隠れることができると説明した。彼がこのことに気づいたのは1980年のことだったようだ。当時土星を通過した探査機から送られてきた写真の不自然な箇所を分析したところ、地球の約4倍ほどの大きさの金属製の宇宙船を発見したとのことだぜ。それが本当ならとてつもない大発見じゃないの。さらにノーマン・バーグランは、土星の輪には巨大な宇宙船が停泊したり発着したりしていると主張していて、この輪そのものが宇宙船ステーションのようになっているという考えを披露した。どの宇宙船も高度な技術体系を背景とした電磁力輸送機であり、宇宙を自由に移動している。そして土星の輪は、これらの事実をカモフラージュするために人工的に生み出された可能性があるとのことだ。見つかった証拠に比べて飛躍している部分もあるけど、なかなか面白い見解じゃない？そうなると重要になるのは、もっと多くの証拠よね。写真に写り込んだ宇宙船というのはその1980年代のものだけではない。2008年にも似たようなものが撮影されている。それらは通常想定される光線の軌道と異なることから、何らかの人工物でなければ説明がつかないんだ。なるほど、まだ確実とは言えないけど、関連する証拠は見つかっているってことね。さらに他の研究者の中には、土星の全てが人工的に作られたのではないかと主張する者もいるぜ。そして土星における生命体の活動は、地球で人類が文明を築くよりもはるか以前から始まっており、彼ら土星の生命体からすれば、地球人類のこれまでの行動は全て筒抜けだと推測されている。やっぱり技術力の差が如実に出ているってことかしら。それどころか、彼ら地球外生命体によって地球における動きはほぼ完全に把握されており、彼らが許可しているからこそ、今日まで地球人類が生きていられるという主張すらあるようだぜ。つまり、私たちが今みたいに生きていられるのは彼ら次第かもしれないってことね。そこまで行くと悲観的な陰謀論の匂いがプンプンするけど、確かにそうした状況も想定しておいて損はないかもね。宇宙の歴史という視野からすると、地球人類の文明はまだまだ幼年期にあたると言える。他の惑星にいると推測される知的生命体の高度な文明や技術に追いつくには時間がかかるだろう。現在、他の惑星の知的生命体との交流を本気で想定する段階に入っているのかもしれないぜ。今回は、地球外生命体とこの太陽系、特に土星との関係について解説してきた。まず、17世紀の天文学者ホイヘンスの考察を軸にして、太陽系の惑星とそのどこかに住む地球外生命体についていくつかの推論を検討した。地球外生命体も地球人と同じ問題を抱えていたからこそ技術が発展したとか、その一方で地球人とは全く異なる身体的特徴を持っている可能性とか、興味深い考察だったわ。他方で、地球外生命体が地球人類と似た特徴を備えている可能性も考慮すべきと言える。そこで注目なのが、土星の衛星の中でも地球に似ているタイタンやエンケラドスだ。調査の結果、どちらも生命が存在する可能性が十分あることが分かっている。まだ実際に生命が確認されたわけじゃないけど、かなり見どころがあるってことよね。そして最後に、土星の輪っかには宇宙船の存在が見え隠れしていることを紹介した。まだまだ証拠は少ないみたいだけど、地球外生命体や宇宙船の存在を探る上では土星とその衛星が最重要ポイントなのは間違いないわ。今回の解説はこれにて終了だぜ。
ご視聴ありがとうございました。